はい、皆さんこんばんはスタチュエンジンジ自動車学校です毎週金曜日夜8時からライブを行ってますけどもまあ、えー、今日はあの11月15日ということで実は私今アメリカにいます、えー。ということで今日はライブではなくて、まあ、事前に収録したアーカイブで皆さんにお届けします。今回のテーマはです、ね、あの11月 の前にまあ一ヶ月ぐらい前にですねあの北海道のまあ広大なテストコースに呼ばれましてまあ某サプライヤーさんなんですけどまあいろんなこうテクノロジーのまあワークショップがありましたまあそのサプライヤーの名前はまあ日立アステモ今日立っていうのはついたかどうかわかんないんですけど完全に社長もホンダから言ってるのでまあ株もですね一等株主はホンダ 技術研究所内ホンダ技研なので、まあホン系のサプライヤーというふうに見ていいと思うんですね。まあそういう意味ではまあトヨタのまあアイシンと電装とジェイテクトと,とまあブレーキですね。あとステアリング、あステアリングはジェイテクトか、あとアドビクス、まあその辺のハンドルブレーキ、えー、ソフトウェア、えー、駆動系を全部足したようなまあ大きなまあメガティアワンメメガ ティア0.5を目指すメガサプライヤーとして、えー、今注目されているアステモでこのアステモは、まあ、昔のホンダで言えばですね、まあ、ホンダ系の昭和、まあ、昭和はダンパーとステアリングをやっててブレーキもやってるんですね。で、えー、日清とか、まあ、いろんなメーカーがですね、まあ、一つになった、まあ、東地区の関東の,あのメガサプライヤーなんですけど。 まあこの、まあ、サプライヤーがですねあの去年の、えー、モビリティショーでいろんな技術を出しましたけど、まあ、それをかなり今回進化させた形で実際の車に改造してプロトタイプで、まあ、私たちを数名のジャーナリストがあのトカチに呼ばれて、まあ、1日朝から乗ってきたんですね。であまりにもういろんな技術があったのでこれをもう一言で言うのはちょっと難しいんですけども。 まあいくつかのセグメントに分けて説明していいいきたいと思います、えー、まずもうすでに日産がまあいち早く KYB カヤバと一緒に作ったまあステアリング・バイ・ワイヤーという技術がまあスカイラインに採用されてますけどもまあそれのトヨタ版がまあレクサスに採用されるまあステアリング・バイ・ワイヤーなんですね。でこの辺はいわわゆるこうも変わって 昔はステアリングのコラムシャフトがまあ物理的につながってなければいけないみたいなレギュレーションがあったんですけどもまあ最近それが緩和されてまあ完全にハンドルだけえあとハンドルのところはまあモーターでステアリングを動かすんですけどもまあそこはえメカニカルな機構じゃなくてバイワイヤーまあ電気的なまあ制御でやってもいいよというようにですね R79 という欧州のまあえ国際基準が まあかなり変わったということでまあいよいよバイワイヤーステアリングシステムが登場してるんですけども日産はこれにもともとバイワイヤーステアプラス四輪ソーダと組み合わせてまあスカイラインなんかでいろいろと研究開発をしていたんですけどまあ今回とりあえずまあホンダ系ということでまあホンダのバイワイヤーステアというふうに言ってもいいくらいまあそれを日立アステモがまあ作るわけですけどね。実際今回乗ったのが まあホンダ E の,の EV の改造車なんですけど、まあ、非常にこうクイックにできますからもうステアリングも F1 みたいに丸じゃなくて楕円型になったりしてましたけど、まあ、自由自在にハンドルが切れると、まあ、いろんなことができるんですけど、まあ、フロントタイヤだけをそのバイワイヤーステアにするのではなくて、まあ、将来的には四輪操作と組み合わせていくと、まあ、非常にこう運動性能とかあと小回り性能とか まあいろんなこう取り回しの利便性というのも生まれてくると思うんですね。でこれは多分量産はまあ1、2年以内にできるかなっていうぐらいあの熟成しかけてる技術かなと思いました。まああの黄色いカラーで塗られたマホンダイ、e、の EV に乗ってまあいろいろと試してきたのでまあ非常にこうクイックに曲がれたりとかスラロームをゴーカートみたいにピュピュっと走れたりまあ逆にスピードが上がれば あのステアリングをスローにしてあの高速直進安定性を良くしたり、まあ、そんなことができる、えー、技術でしたね。で2つ目がですねまあ私は勝手にマジックカーペットって呼んでるのは昔メルセデス・ベンツが油圧アクティブサスを出した時にカメラで路面の凹凸を見て、えー、フロントタイヤが出っ張ってる凸凹に差し掛かった時にダンパーあるいはエア s ス s のバネを抜いて。 あのショックを和らげるというような技術を、まあ、最初にまずメルセデスが油圧フルアクティブサスでありその後アウディが A8 でエアサスを使っってやったんですね、まあ、そういった技術があるので今カメラで、まあ、白線見たり車線見たりして、まあ、あの l キャス車線維持をできるようになりましたけれども路面の凹凸見れると、まあ、それを持ってサスペンションの制御を行うと。 非常にこうでここ道でもフラットな乗り味が作れるでこれはねレクサスで試しましたけど確かに、えー、そうだなという気がしましたね。で、えー、そこだけじゃなくて、まあ、凹凸が来たらサスペンションを抜くんですけども更、まあ、に抜くだけじゃなくて、えー、普通のこう凸凹道を走る時にですねやっぱそういった可変ダンパーを、まあ、どういう風うに制御するかというと。 もう面白いことに凹凸が来るとむしろ減衰力はちょっと高めた方がフラットライドを得られるっていうのが、まあ、実験的に得られたっていう話を聞いて実際に乗ってみたらまあ凹凸が来るからダンパーを抜くのかなと思ったらそうじゃなくてキュッとこう固めた方が、まあ、フラットラトイドになる、まあ、それは後でこう、まあ、アスティモのエンジニアの方々がまあ理屈をつけていくんでしょうけど。 まあちょっと新しい発見があって、まあ、今までの常識じゃない世界があるなというふうに感じましたあとはですね ABS なんですけどこれも、まあ、例えばブレンボがあの油圧ではなくてモーターでキャリパーのパッドを押さえる、うんまあ、ド,ライドライブレーキという言い方をしてるんですけど、まあ、そういうものも、まあ、ブレンボが今やってますけど、まあ、去年のモビリティショーで実はスティモも まあサンプルでプロトタイプでまあドライブレーキっていうのを出していたんですけどそのブレーキを実用化するのは自動車メーカーに持ち込んでも相当結構難易度高いかなと思うのでまあそのちょっと手前の段階であのまあアクチュエーターの音がしないとかもっと効きが良くなる応答性が良くなるようなまあ新しい ABS システムも乗ることができました。低ミューロの,あの レンチェンジなんかでも、まあ、いわゆる ESC がこう VSC が働くんですけどその辺の性能も相当上がっているので四、まあ、つ目がですねあのワンボックスを使ってあの自動運転に資する周辺認識技術なんですけど通常はまあライダーとかいろんなものを使わないとレベル3以上の車できないというふうに 言われてますけど、ライダーが1個100万からするので。まあ、それを4個5個もつけるわけにいかないですから。カメラだけでライダーと同じようなまあ、周辺の認識技術をできるということのあの実証実験にも加わったんですね。で、実際カメラは単眼で11個でだいたい周辺が全部見れるということが分かったんですけど、まあ、カメラでもあの限界がありますから、暗いところとかね。 だからやっぱりいろんなこう他のミリ波レーダーとかのフュージョンもこれから大事なのかなと思うんですけどとりあえずまあチャレンジはライダーのいらないライダー相当の周辺認識技術がカメラだけでできますよというようなまああのプレゼンンテーションがあったんですね。最後にですねまあたくさんあったんですけど今回はちょっと5つに絞ってますけどあのプロトタイプでインホイールモーターを使ったプロトタイプ。 イインホイールですから完全にタイヤホイールのところにモーターがあるのでそれが4つありますからもう自由自在にあの外側のモーターだけ回すと、まあ、戦車のキャタピラみたいに回れるんですよねだからブルドーザーとか戦車ってハンドルついてないですから左右のキャタピラで片側だけ動かして旋回するんですけどそんなようなことがインホイールモーターで まあできるっていうのが分かったんですけども面白いなと思ったのはフロントのタイヤだけをバックリアのタイヤだけを前進まあ皆さんから見てこっちがフロントこっちがリアだとしたらフロントタイヤは前進の時にこっちもあるんですけどフロントタイヤはバックリアタイヤは前進こういうふうに動かすとどうなるかっていうと車高がプッと上がるんですね。逆に フロントを前進リアをバックにすするるとがが下がるんですねだからそれだけでなんかサスペンションが上下にしたりとかあと BYD のプロモーションビデオにありましたけどもあのダンスもできるんですね車がもう3つのタイヤをその場でねその場で。だから4つのタイヤの駆動力をこういろいろ動かすと車がダンスし始めたり。 あのまあ上に上がったり下がったりっていうのも可能だし、まあその場であのなんとかターンゼロターンだっけも可能になりますよね。まあそれはかなりエンタメ的なんですけども、ただインホイルモーターでそういうことが四輪独立駆動力が作れるといろんなことができますっていう話がわかりました。まあ日立アステも本社もあの日立アステも当事者も こういった技術をどういうふうに組み合わせて、まあ、どんな価値が作れるのかっていうのが、まあ、分からないというところもあって私たちが精鋭4人5人のジャーナリーストが呼ばれて普通、まあ、ワークショップだと私たちがインタビューするんですけど今回は逆でいろいろどうでしたどうでしたって聞かれたケースが多かったんですけども、まあ、最近はねそういうケースの多いんですね。電、ま、電、あ、電動化と電脳化とととの時代水素燃料電池かかカーーボンニュートラルとか 合成燃料とかいろんな新しい技術が今出てきたんで、まあ、そこそこ最初の,あの試作車というかいろんなものを出せるようになってきたんですけど果たしてこれがどんな価値を持って私たちがそれにお金を払うかどうかというのは自動車メーカー側がまあ分かってないところもあるので、まあ、私たちジャーナリストに対していろいろ意見を聞かれるというケースがすごく多いですね。 まあ特に電動化になると今までの常識じゃない新しい車が作れますからまあ,あのそこには私たちの何かこう役割っていうのもあるのかなと思ったんですけど最後にやっぱソフトウェアディファインド・ビークルって話がよく出てきて結果的に今回の日立アスティモさんもやっぱ SDV ソフトウェアディファインド・ビークルソフトウェアで規定する車なんですけどこれをもういろんなところでこうシンポジウムとか パネルディスカッションが行われてますけど私もいろいろ参加していろいろ考えてきたところ、まあ、一つの清水なりの,あの考えがちょっとまとまってきたのは大事なことはですねソフトウェアでハードを制御できるからソフトウェアの人はハードのことを考えてソフトをあの開発してハードの人はソフトウェアのことを考えて。 お互い全く違うようなハードとソフトの関係を、まあ、双方向であのブリッジしながら、まあ、見極めていくというのは大事なんですけどもうちょっと具体的に言うと私の記憶の中で自分がまあ大学の時にやったことは実はらしくないんだけど秋葉原行って自分の車に完結ワイパー作ったことなんですね。でダイオードとか色々買い漁って でまあ、時間でスイッチが入るみたいなねそれがね初めて、えー、私的には今まではワイパースイッチは人間が入れてたんですけどもあの完結ワイパーっていうのを、まあ、作ったっていうのが、まあ、自分の経験なんですけどオートメカニックとかっていうその自動車雑誌にその作り方が出てたんで、まあ、秋葉原通って作ったことあるんですけどね、まあ、それはちょっと笑える話なんですけどでその後 ななんだろうなやっぱり F1 のホンダの黄金期第2期黄金期が出た時にもう非常にこう燃費が厳しいレースで最後車を揺すりながらゴールしてたようなレースがあったんですけどあの時のホンダが強かったのはあのエンジンの制御をキャブレターから電子制御を使う。で電子制御によって空気の流れる量と燃料の量を計算しながらあの燃焼にまあ あの空気とか燃料を送り込んでいたっていうのが電子制御の最初なんですけどいわゆる ECUECU EC コンピューターによってエンジンの制御が行われることによって排ガス規制がクリアできるようになったのが80年代の出来事だったと思うんですね。でそのののやり方はエエンンンンジジがあってここンン空気とと燃料をを吸うところを ソフトウェアが制御したんです、ね、だからそこは完全に擦り合わせ技術になってますハードウェアがあって最後のところでソフトウェアで制御してた。でブレーキも同じように80年代は ABS が登場したんですけどもこれもまあ油圧でその制御する ABS はドライバーの,あのペダルの踏み過ぎによってタイヤがロックしたら、えー 即座に油圧のバルブを開いてっていう意味でブレーキシステムの中にソフトウェアを入れたんですね。だここも擦り合わせ技術。だからかなりハードウェアが親分でソフトウェアがちょこっと頭に乗っかってたぐらいのところが、まあ、80年代90年代。でその延長線上に実は今の電子制御の使われ方があるんですね。で SDV の考え方は全くそうではなくて。 そうではなくてハードはハードで作ってソフトはソフトで開発するというハードとソフトの切り分け今まではすり合わせであの垂直統合でやってたんですけど完全に切り分けていくその一つの例が、まあ、ブレンボがあの、えー、1年ぐらい前にあの私たちがテストしたことのある、まあ、ドライブレーキ、まあ、今回アステモも まあそういったものは技術を持っているんですけれどもキャリパーをモーターで押さえることができればそういうハードを作っておけばでででソフトでそれを制御できますよね最初からブレーキシステムを開発するときにハードとソフトを一緒に開発するのではなくてハードソフトの分離っていうのが大事だと思っていてでそれはまあ ABS のこれからドライブレーキが出てきたときに重要になってくるし。 まあ電動化になればねやっぱモーターバッテリーインバーターなんてまあソフトウェアが制御できる範囲が大きいんですねだからあのトヨタの THS プラグインではなくて最初にハードをしっかり作ってソフトでそれを制御するみたいなまあハードソフトの分離っていうのがすごく大事かなと思ってますね。で今ちょっと ABS の例を言いましたけどもステアリングもバイオワイヤーステアができると。 モーターでフロントのタイヤリアのタイヤがあのタイロットのところをねこうやってタイヤが切れるようになるとそういうハードを作っておけば後でソフトででどういうのもなっちゃうんですねフロントトーインリアをトーアウトとかですね前輪と後輪両方とも両方とも同位相で動かしてカニさんみたいに斜めに行くとかですね何でもできるような時代になるので最初にハードを作って。 そ,そこにソフトで制御っていうと非常にソフトウェアディファインドビークルソフトウェアができる領域が狭くなるんで狭いところだと新しい価値を生み出せないですからってことはそこにそんな大したお金は取れないハードソフトを分離していけばびっくりするような、まあ、価値をユーザーに提供できれば初めてそこでお金が取れるんでまあ清水的に STV の 考え方はあのまあシンプルに難しく言うとハードウェアとソフトウェアを分離して考えていくただ分離しただけだとこれ統合しなきゃいけないから最後はね両方が分かるスーパーエンジニアがいないとダメですよね。ということでこの SDV をまあ最も最初に行っているのがテスラ、まあ、モデル3ぐらいからかな2014年ぐらいから。でそののテスラのインパクトに 最も影響を受けたの BYD だからテスラ BYD はバッテリー EV メーカーだっていうふうに思わないで実はソフトウェアディファインドビークル的に言えばハードとソフトをきっちりと分離して新しい価値を作り上げることのできるまあそこに向けてこれから日本メーカーがまあどういうふうに立ち向かっていくかっていうことを まあ、アスティモの文脈で捉えるといろんなものがあるんだけどやっぱりハードとソフトを分離して考えていくっていうのが実は大事なのかなと思いましたね。まあ、今回アスティモさんのワークショップ行って非常に私も勉強になったんですけども、まあ、それとやっぱ広大な北海道十勝のテストコースで一日中いろんなものに 載せてていいただいて、まあ、非常にためになるワークショップでありました。